では始めさせていただきます呪術回戦ファントムパレード ADV 制作事例について会話シーンを飽きさせない絵作り術についてご紹介させていただきますまずは自己紹介ですはい、株式会社サムズアップアートディレクターを担当してます中山です、えー、2020年サムズアップ入社しましてデザイナー、イラストレーターを経てアートディレクターを務めさせていただいております えー、ロンドン迷宮譚であったり、えー、今作の、えー、ジュース回戦ファントムパレードなどを立ち上げから参画させていただいております、えー、クリエイティブ全般の技術向上やディレクションを担当させていただいていますお願いします阿部ゆかりと申します株式会社サムズアップライブ 2D アニメーターを担当しております2012年にサムズアップに入社しましてイラストレーターアートディレクターを経てライブ 2D アニメーターに転身いたしました この素晴らしき世界に祝福をファンタスティックデイズのほか今作の呪術回戦ファントムパレードなどに立ち上げから参画しましたライブ 2D 制作とチビキャラアニメーションを担当しておりますよろしくお願いしますそれでは呪術回戦ファントムパレードについてご紹介させていただきます呪術回戦ファントムパレードは 2018年より「週刊少年ジャンプ」にて連載中の芥見ゲゲシによる人気漫画を原作としたテレビアニメ「呪術廻戦」をもとにした作品初のスマートフォンゲームです。テレビアニメ「呪術廻戦」の第1期の物語を追体験できるだけではなく福岡を舞台にしたファンパレオリジナルのストーリーが楽しめるコマンドバトル RPG となっていますファンパレの開発指針についいててもご紹介させていただきます。 スマホゲーム史上最高峰の 2D グラフィックでキャラクターの魅力を表現すること奥深さを感じるゲームシステムをストレスなく楽しめる手触りで提供することゲームならではの要素で今までにない呪術回線を体験できることとしています本日のアジェンダをご紹介させていただきますまずはじめに制作フロアのご紹介ですそしてライブ 2D キャラクターの魅力的な仕草の再現について ノーマルマップとライティングについて ADV でのアニメ再現の工夫と演出効果について最後にまとめをご紹介させていただきますでは注意事項です本スライドで使用している画像および動画については一部本選手用に用意したものもありますのでゲーム本編で使用しているものとは異なる場合がございます開発中のものや意図しない状態のものが含まれているため 本来のキャラクター設定や見た目と異なる部分があるかと思いますが、ご了承ください。それでは、制作フローのご紹介です。私、阿部からご説明させていただきます。では、制作フローのご紹介です。ADV パートの制作フローは、以下の通りです。まず初めに、シナリオ班が制作したストーリーから、必要なリソースを洗い出し、 Live2D、シネマティックシーン、背景、SE 等のさまざまな発注書を作成しますそして各セクションごとに必要なリソースを期間内に作成し納品を行いますその後、納品されたさまざまなリソースを使用してスクリプト班がユニティへ組み込みを行いますサムザップではポスプロの設定やライティングもスクリプト班が設定してくれています 確認会は ADV チーム全体で行います読みやすさやテンポ流れに違和感がないか表現としてもっと工夫できる箇所はないか絵作りとしてのクオリティチェック細部までチェックした上で必要に応じてさらなるブラッシュアップを徹底しています次にライブ 2D キャラクターの魅力的な仕草の表現についてご紹介させていただきます まずはじめににモーションの組み合わせについてです今作の Live2D では用途を分けた多種多様なモーションを作成しまますまた一部のパーツの表示切り替えなど細かな表現にも対応するため付け足し用のカスタマモーションも作成しスクリプト側でバリエーション豊かな設定ができるような仕組みにしております。 例えばここで言うとカスタムというのは涙だったりとかあとギャグ顔などが挙げられます具体的な内容はこちらになります設定時に判別しやすいようモーション名の頭に種類番号をつけていますベースモーションですと「00」や「05」といった番号こちらは「00」が汎用モーション「05」はキャラ固有のモーションになります自動モーションについては このような種類番号を振り分けていますまばたき呼吸など自動で繰り返し動くものや音声に連動するリップシンクの設定をしています表情モーションはこちらです表情を1フレームのみ設定したもの上書きして使うものなどがこちらに挙げられますカスタムモーションはスクリプター側で ADV を組み込んでいるときに 自由自在につけられるモーションとなっています次にキャラクターのベースタイプの振り分けです汎用的な動きについてはタイプを分けてモーションを作成し流用していますそこからさらに微妙な性格の差を出すためにキャラごとの動きの幅を調整しています実例を見てみましょう タのの動きをタイプごとでこのように差別化しています例えば「虎ドリであれば首をかしげる動き「クールタイプのグ黒」であれば少しすました首をかしげる動き「ワイルドタイプの藤堂」は手を大きく上げて体全体でダイナミックな動きをさせています。ベースモーションの例をご紹介させていただきます。否定する頷くなくど 同じタイプで流用できるよう汎用として作成していますポージングや細かなタイミングはキャラの性格に合わせて調整しています例えばここで言うと否定するという動き頷くという動きはイタドリもパンダもポップタイプのため同じ動きをしています固有モーションの例ですイタドリを例にすると 拳を合わせる頭をかくなど印象的な動きを固有としていますゲーム内では固有モーションを多く取り扱っています表情モーションの組み合わせ例ですベースモーションにさまざまな表情を組み合わせることで限りあるリソースからシリアスからギャグまでさまざまな感情を表現していますここではイタドリは同じ動きをしていますが 表情の組み合わせが違うことでシリアスとギャグをうまく使い分けています口の開閉についてです今作の ADV ではリアルな会話を表現するためボーンや音声波形に応じて口の形状も変化する仕様にしておりますこの開閉についてはキャラごとに細かく口の形状を調整しこだわって作成しています 原作でシリアスのシーンだったりとかバトルシーンで叫ぶシーンそのような表現に対応できるようになっていますでは次は中山さんからご紹介していただきますはい、えー、ノーマルマップとライティングについて中山からご紹介させていただきます えー、ノーマルマルップを利用した絵作り、えー、我々ファンパネの ADV 制作チームの課題としてよりり先進的で臨場感ををたたせる絵作りを目指したいといいう課題がありましたいろんな手法がある中でライブ 2D のキャラたちを ADV 上の背景に実際いるような臨場感を出すために背景に合わせた環境の光や色味などライブ 2D のキャラたちに影響させる仕組みにすれば先進的でかつ臨場感も持たせられて さらに 2D 特有の平面感もなくしクオリティアップにつながるのではと考えましたこの仕組みを実現するのに採用したのがノーマルマップになりますノーマルマップは法線マップとも言いまして 3D では当たり前のように使われているのですがテクスチャに凹凸の高さ情報を持たせるのも今回 2D 素材に適応して擬似的に 2D 素材に凹凸の情報を持たせてライティングの影響を受けさせることに成功しました このセクションではこのノーマルマップを採用するのに工夫したことや成功事例課題などをご紹介させていただきたいと思います。ノーマルマップの制作手順は図のような3つの工程で制作しております。まずはラガーというライブ 2D で生成したアトラステク社からノーマルマップを自動生成できるツールで書き出しをしていきます。次に書き出したノーマルマップに 使用に合わせたレタッチを Unity で確認しながら行っていきます。最後に実際の ADV 上でモーションやライトの当たり具合を確認して完成となります。この最後の工程、各位が一つ一つ Unity で細かく確認して動画で書き出して確認するといったフローだと後戻りや対応が遅くなったりするので、キャラごとにモーションや背景の位置を変えてどう見えるか。 確認できるスクリプトを作っていただいたのでこの工程がとても今楽になっておりますそれではノーマルマップの効果を見てみましょう動画のように背景に合わせた光の影響が Live2D のキャラに適用されている状態になるとより背景となじみ臨場感のある効果になります それでは今回このノーマルマップを採用するにあたり課題になった2つ、ライブ 2D の使用に合わせたノーマルマップの制作、理想とするライティング表現にならない、この2つをご紹介させていただこうと思います。課題1つ目、ライブ 2D の使用に合わせたノーマルマップの制作、自動生成したノーマルマップはパーツごとに凹凸をつけられてしまうので、エタッチをしないとこのような見え方になり。 余計な凹凸が多い絵になってしまいますこの課題を解決するため自動生成したノーマルマップをライトの当たり具合を確認しながらデタッチをしてシルエットの外側が主に反応するような調整を行いました若干のリッチさを出したいので少しだけ凹凸は残しつつ今の仕様に落ち着きました 実際に出来上がったものがこちらになります。調整前と調整後だと、凹凸の見え方が異なりますよね。次の課題は、理想とするライティング表現にならないということです。まず、この課題の理想としては、左図のように、赤く強いライトがある部分には、エッジに強いハイライト、青い淡い光があれば、青く反応するような、 キャラののの立ち位置に合わわせて光の当たた。り方もも変わるというものでした実際は右の図のように強いハイライトにならなかったり全体に光が当たってしまうような理想の光には近づくことがとてもできませんでしたこの課題を解決するためにエンジニアさんと光の発光の仕組みや計算を見直しノーマルマップのレタッチもしながらキャラの反応を確認して調整を行いました。 左図のようにライトを複数配置することで細かい表現ができたりこちらの動画のように想定していた赤い光がしっかり入りライトの位置に合わせて反応できるようになりました。それででははは次、安倍さんよろししくお願いします、はい、ます私から ADV でのアニメ再現の工夫と演出効果についてご説明させていただきます。開発初期の課題は従来のリソースが限られたシンプルな ADV だとテキストの情報が多くなり迫力のある漫画やアニメに比べ紙芝居のようなな印象になりがちでしたそこでアニメ演出経験のあるシナリオライターを主軸にチームを構成しました。 原作やアニメの迫力のあるシーンを ADV でどのように表現するかを日々検討しシナリオ・演出のクオリティアップに注力しました ADV でのチェック体制についてスクリプターのほかシナリオライターアートディレクター・アニメーターなど制作に関わるメンバーを集めて確認を行いましたこれにより細かなチェックと相談が可能となり テンポを良くするためのセリフの追加カットが即座に判断できるのは非常に効果的でした ADV のテンポ感についてはセリフのカットについて気持ちのいいテンポ感を重視して判断をしていきました実際に上がったシナリオからかなり大幅にカットしている画像をこちらに添付しております省けるセリフやとがき部分もカットしています ここからはアニメ演出を ADV ならではの手法で反映した例をご紹介させていただきます撮影処理についてです1番目はプレーンな状態2番目はポストエフェクトがオンの状態3番目はライトがオンの状態ですノーマルマップはこのライトで反応していますこちらも同じく撮影処理です1番目がプレーンな状態

通常時のアップよりさらにライブ 2D の顔周りにグッドカメラを寄せ被写界深度で背景をぼかすことで没入感が出るよう工夫しています相手は領域を使うかもしれません距離を取って五条先生のところまで交代 <laughs> <laughs> 動け鮮血 <laughs> 装術仮払い 戦闘シーンでは、ダイナミックかつ多めにカメラを動かすことで、ADV だと表現しづらい臨場感、スピード感を出すように工夫しています。俺はそれにイラついてた。ことなかれ主義の偽善だと思っていたから。でも今はその考えが間違いだって分かってる。俺が助ける人間を選ぶように、俺を選んで心配してくれてたんだろう。 悪かったよガキだったんだ謝るからささっさと起きろよバカ姉貴こちらではあえて表情を見せない感情を読ませない演出をしていますアニメでは八十八橋での特急との戦いで傷つき血を流し倒れぼうっとしている伏黒が描写されていましたが ADV ではその倒れる表現が難しくそのまま棒立ちでチープな印象になりましたそこであえて口元のみ空を表示させるといった工夫をしていますこちらもあえて表情を見せない演出ですあ,前にもなあいつは関係ねえだろ アニメでは悔しそうな口元を見せた後で座った状態で顔を伏せる演出がありましたが ADV では安定させあえて全く前の顔を見せないという工夫をしています。痛痛痛い痛い痛い辛い辛い辛いなんで俺があの時 指なんて拾わなければ食わなければあの時あの時やめろ考えるなやだやだ逃げたい逃げたい知りたくないここで死んで死んだとしてそれは正しいしか考えるな 人を助けろ俺はこんなに弱かかったのかアニメでは虎杖の苦しそうな顔を見せていましたが ADV での表現が難しかったので一切顔を見せず虎杖の環境を詳細に見せることで今の身長を想像してもらうようにしています。なんで悪いやつだよ なんつうか一度人を殺したら殺すって選択肢が俺の生活に入り込むと思うんだ命の価値が曖昧になって大切な人の価値までわからなくなるのが俺は怖い人に心なんてないその考えに救われた。 力を与えてもらったこちらではアニメに合わせた演出ではありましたがイタドのセリフの途中でカメラを吉野純平に映していますイタドの言葉を聞いて吉野純平の考えが変わるということがポイントのシーンなので和写ではなくあえて純平の表情を見せていますここに限らず ADV では 話者よりもその発言で表情を変える人そしてその発言で言及されている人にフォーカスを当てて映像ならではの手法で情報量に厚みが出るように意識していますこちらではシネマティックシーンを使う判断についてですこの辺りだよな <laughs> 止まれた取り誰かいるようやく来たね東京港のボンクラどもが こちらではストーリーの山場、キャラクターの見せ場この2つが重なりかつスチルで表現するだけでは物足りないシーンだったときにシネマティックシーンを使用しています山場が連続するストーリーもありますがその場合は全体を通して読者が飽きないタイミングを探りシネマティックシーンの使用を制限することも多いですこちらに関して詳しくは別セッションの 呪術回戦ファントムパレード、ゲームライズしたエ a d ブ表現、シネマティックシーン制作のこだわりと実現への道のり、こちらで詳しく紹介しておりますので、ご興味がある方はぜひアーカイブをご覧ください。それではまとめです。ライブツーディキャラクターの魅力的な仕草の再現について、組み合わせしやすいモーション構造で、 さまざまな感情の表現を可能にしています。音声波形に応じた口形状の変化でリアルさを再現しました。ノーマルマップとライティングについて、背景の環境光の影響を受けた臨場感のある表現が可能になりました。ノーマルマップの適用でより立地感のあるテイストを再現できました。ADV でのアニメ再現の工夫と演出効果についてでは、シナリオは気持ちのいい店舗感を重視。 ポスプロを使った撮影処理でリッチな絵作りを再現 ADV ならではの手法で原作のエモーショナルな要因を再現しましたご静聴ありがとうございました